安田大サーカスは、小畜芸能に所属する団長安田、キロク黒ちゃんからなる日本のお笑いトリオ。2001年4月頃結成。コンビを解散し相方を探していた団長安田、アイドルになりたくて、小畜芸能アイドル部のオーディションを受けた、黒ちゃん、当事人と喋るのが苦手で、話し方教室感覚で、 小竹芸能に所属していた元力士のヒロの3人を小竹の社員が引き合わせて結成に至る。トリオのうち2人が芸人でもなければ芸人志望ですらなかったため結成当初は団長の作ったネタを2人が暗記し団長に背中を叩かれたら覚えたセリフを順に喋るというシステムでネタを披露していた。トリオ名の名付け親は事務所の先輩であるマスダ・田で 日本有数の大サーカス団、木下大サーカスがヒント。お年寄りから子供まで幅広い層に楽しんでもらえるお笑いに、慣れという意味で、安田サーカスと岡田圭美にが名付け、それに増田秀彦が台を付け足して、現在のものとなった。団長は命名当初トリオ名に疑問を持っていたが、岡田の木下大サーカスとて、 木下団長は誰かわからんだろうの一言で納得したという。エンタの神様出演時には他の芸人と一緒に安田特大サーカスとして出演した。組む芸人はほとんどの場合無名だが2006年8月12日放送分に出演した際はラッセーラー、ラッセーラー繋がりで猫広し、同年12月2日放送分はクローン男としてザ。 タッチと共演した。この他2018年以降はネタをやりたい団長と、やりたくないた二人の意向を受け、団長が、他のメンバーと、西宮安田大サーカスとして活動することがある。主な持ちネタは、ショートコントと短い漫才。ラッセーラー、ラッセーラー、ラッセーラー、ラッセーラーという掛け声で登場することが多い。その掛け声で登場するときは黒ちゃんとヒロが土台と、 なり組体操のような三人タワーを作り上げる。スーツなどいろいろな衣装で登場することが多いが、落ちで団長の服が破られふんどし一枚にされるネタが多い。しかしネタそのものよりも、ネタとネタの間に挿入されるアクションの方が印象に残りやすい。ネタの始めにはクロちゃんが、コア表の顔を見せつけた後、高音で、いつも元気なクロちゃんです。と紹介する。 しかし、クロちゃんの性質が知られるようになってからは、そのセリフに団長が言葉を被せて、クロちゃんが被ってる、と突っ込むパターンが多い。ボケと突っ込みの流れが終わるとヒロが、満面の笑みを浮かべながら、祭り林風の和太鼓の口真似で、はーい、ドーン、ドーン、ドーン、と叫び、団長は両手でピースをしながら、ベタベタ、と愛の手を入れ、ヒロが、ドドーン。 ドドーン。と叫び、団長が、ベタです。と、ネタのベタさを叫びながら締めくくる。その間、クロちゃんは噛んだかい声で笑いながら、髪吹雪を巻き続ける。乗りツッコミが出ると、ヒロの太鼓とクロちゃんの髪吹雪は同じだが、団長のセリフは、乗りツッコミ。大成功。となる。最後の締めで団長がふんどし一枚にされた後は、団長のセリフは、オチです。 オチです。となり、もう一度繰り返し、ヘクシュン、安田大サーカスでした。となる。稀に団長だけでなく、クロちゃんやヒロも服を破られることがある。この時、クロちゃんはピンクのブラジャーとパンツ、ヒロは相撲の化粧を回し姿となり、ヒロが四向を踏むと場内がひっくり返るというオチ。メディアの露出が増えるようになってから、 バラエティ番組への出演においてアクションはあまり行わず、食い意地が張っているというより食べ物に対してのみ気瓶で、他ではまず動かない疲労を置き、振りで天然リアクションを取ったり、絶叫や抗議すら高音な、クロちゃんが暴走するのを団長が占める、という立ち位置が多い。これからオペを始める。メスというとクロちゃんが、いやーん、と強制を上げる。これは、手術道具のメスと、 動物性別のメスをかけている。最近は医師の勧めによりその回数を1日1回に制限されているヒロの2リットルペットボトルの10秒内の1機のみはヒロも参戦していた TBS の特番フードバトルクラブにて他の選手がやっているのを見て得,得したもの。稀に三人に新メンバーを加える話題が上がることもある。二千五年には身長二メートルの黒人男性を 新メンバーに加えるという話が出たが、ヒロとクロちゃんの反対もあり、実現はしなかった。舞台では7分程度のコント、桃太郎をすることもある。3人それぞれのキャラが浸透してきたため、それぞれ単独での出演も増えてきている。2017年、ヒロが入院のため休業。退院後も、医師の判断から療養に専念するため故郷の和歌山に戻り生活。 入院時の体重から 30kg 以上減量し、同年12月に仕事復帰。ドラマ、ありがとうございます。